本星崎駅は愛知県名古屋市南区星宮町にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH28。この駅ができた時に現在の名鉄とこの目線柴田駅が星崎駅を名乗っていたため、この駅名となった。相対式2面2線ホームを持つ地上駅。終日無人駅で駅集中管理システムが導入されている。ホームは6両分。 互いのホームは湖泉橋でつながっている。線路は当駅から天白川へ向かって S 字状にカーブしており、ホームも半径360メートルの曲線内にあって強くカーブしている。そのためホームの見通しが悪く、2番線には乗務員支援のための監視モニターが設置されている。駅舎が下りホームにあり、以前は上りホームに早朝、深夜、 愛知県立名南工業高等学校、登校時間帯に利用できる臨時出入り口が設けられていたが、トランパス利用開始に伴う駅集中管理システム導入の際、廃止され車椅子利用者のための出入り口と化した。なお、名古屋高科高校方面とは、改札外すぐ南側の地下通路を通って行き来することができる。山崎側、 天白川間連続立体交差事業に伴う駅高架化計画があり、2020年度内に環境アセスメント準備書作成に向けて調査を進める方針となっている。周辺は住宅地である。この駅は南区に位置するが、名古屋高架高校の裏側を流れる天白川より、東側は緑区である。駅前にバス停はないが、近隣にいくつか設置されている。 かつては東駅本笠寺駅間に東笠寺駅が存在した。ありがとうございます。